はい、まだ黒松の芽かきも終わってないんですけど、ほとんど。今日はちょっとようやく涼しくなってきたので、新白の苗木で遊べるやつがあったら遊んじゃおうかなと思ってますけど、できれば去年何もしなかった木をやりたいな。こうやって突っ走ってやったらきっと去年何もやってないよ。ちょっと針金かけないといけないんでね、ちょっと待ってましたけど、あ、これは去年いじくってるな。これはちょっと後でいいや。あ、これもやってないな。難しいな、こいつ難しいな。思い浮かばない。何も思い浮かばんぞ。まあいいや。よし。まあ、とりあえずこの辺の木からなんかやっていきましょうかね。今日はちょっと新白で遊ぼうと思います。はい、今回とりあえず2本を持ってきました。2本ぐらい遊べるでしょう。どんな木が作れるかな。もっぱら今回は陣を作る作業になると思うけどな。ゴールまではいけないんでね、こっからはちょっと。まあ、行ってもいいけど、行けなくもないけど。まあ、大したことにならないと思うんで。とりあえず、まず陣作ってみようかな。陣を先に作っておいて、来年以降だな、きっと。本格的な作業は。木を作る作業。とりあえず陣を作っておこうと思います、今日は。さて、どうしようかな。今回は使うとこと使わないところをはっきり分けて、使わないところを一旦陣にしておいて、まあ、その陣も実際使うかどうか分かんないんだけど、そんな作業しようかなと思います。ここね、こっち太く見えるんだけど、ここな使えないからな、まっすぐすぎちゃって退屈で。ここは一曲曲がってるんで、こっちを正面にして、多分ここら辺の数本で作ったらいいんじゃないかなね。そう、あと全部いらないんだよ。あと全部いらないから、今回はそれを陣にしよう。いよいよ全部なくなってきたぞ。よし、取りすぎちゃった。よし、まず捨てて、どんな気になるかな。考えもしんでやってるけど、いっぱい向いてると全部向いちゃうぞ、これ。使うかもしれないところは抜けないように切り込み線入れとこう。この腕は使わないと思うけどな。一応念のために取っとこうか。ひょっとしたら将来使えるかもしれないから。なんかかっこ悪い陣だけど、まあいいや、将来役に立つかね。ひょっとしたらこっち側もかっこいいんじゃねえか。この時点でね、あんまり樹形を決める必要はないんで、決めすぎちゃう必要ないんで、選択肢だけ残しておけば。残ったところでなんとかなるでしょう。
こいつ伏せ込んで、こいつで頭作って、今日やることかどうか分かりませんけど、これいるかな。ひょっとしてこっちが正面になった時はこれ面白いよな。残しときますか。曲がるかな、こんなの。こんな針金で。ここはね、ちょっと退屈だからな。少しでも。あれ、もう以前作った G がもう曲げはないけど。曲がったちょっとぐらい。まあ折れるのが関の山だな、これ。あ、ちょっと曲がった。曲がったからといって何になる。こっちは曲げとこう。使えるかもしんない、正面が変わるかもしんないから。できないよ。ここら辺充実してくるの待とう。よし、はい、終了。最初の木はこうなりました。ちょっと針金かけときました、ここ。うん、針金かけて寝かしときました。まあこんだけで作ることになると思います。あとできた時の具合で取っちゃうかも。あとさらにひょっとしてこっちの方が面白くなったらこっちで作るかもしれないので、ちょっと残してあります。予備がここら辺の残ってる葉っぱ使って、もう一回伸びてきたらこっちで正面でなんか作れるかもしれないから、一応今回はこんなぐらいで。うん、いい木になったのかな、ならなかったのかな。ジンがいらないな、これいらねえな。まあいいや。はい、今回はこれの木はこれで終わり。次行こう。これな、うん、この木もジン作ろうかな。先にね、ジン作るとこから考えようと思います。よし、でどっから作ろうかな。いらないとこから外していこう、また。ああ、別の未来もあるけどな。うん、別の未来もあるけど、この時点ではいろんな未来があるよね。まあ一つの正解に決めちゃう必要ないんだけど、まあどっかで決めなきゃいつまでたってもできないので、まあ、またこっち側だけで優しい木作る時点もあるよな。そういう木も好きだから。でこっち全部陣に変えて、で今回はこっちの方を陣にしてさ、これはなんか使えそうな気がするな、将来。懐は、懐に伸びてたやつは残しとこう、ちょっと。うん、まずこっから行こう。この木角になるから短くしとこうか。どうしよう。さあどうしよう。分かりにくいから中払おうか、枝を。中いらん。で、こっち使おうか。こいつを曲げるとどうなる。もやけ作れるかな。
小さいもやぎになるかな。あんまりもやぎがないんでね、うち。そこは知らない。どっち？ちょっと思い切ってここ外しちゃおうか。よし、さてこれ並べていこう、並べていこう、針金で。盆栽になるかな。だいぶ遊んじゃったな、こりゃ。よし、針金かけます。ちょっと時間かかるよ、これは。枝多いからこっち潰したいな。太いの。かけ終わった。結局これ全部かけなきゃいけないからしばらく針金かけだね。よし、さて枝並べていこうと思います。できればこいつ潰したいよな。ちょっと潰して、この枝こっちかで使いたいよな。長すぎるな。切った方が良さそうだ。で、頭どんな感じよ。こんな感じ、こんな感じか。で、後ろ、掃除しとこう。まだ全部針金並べてかねえ関係ない、これもな、将来は。ああ、ちょっとだらしのないのがついちゃってる。かけと言ってもよかったけど、まあいらんだろう。はい、ここまでにしとこうか。1年待ちましょうか、これで。はい、終了。今日は作業終わりました。枝並べ替えたけど、まあちょっとゴールにはちょっとまだ遠いな。なんか典型的な S 字で上がっていって、外外に枝配っていくような木になっちゃいましたね。表面からちょっといまいち陣が見えないのがあれですけど、まあこのぐらいならいいでしょう。はい、終了。ちょっと枝が混んできて埋まってくるといいな。はい、今回あんま県外っぽい気にはしませんでした。今日はこの2本で遊んじゃいました。ちょっとこっちの木は時間かかりそうだな。まだもう一回しぎらしちゃってから作ることになりそうです。まあ、今度は枝走らせることはあんまないと思うけどな。こっちも小枝が混んできたらもう一回枝きれいに並べ直しましょうかね。優しい模様木ができると思いますけど、結構洒落たの持ってるんで、ここにね広げていく感じでいいんじゃないでしょうか。楽しい心拍ができたと思いますけど、はい、今日はこれで終わります。おまけの映像でハリツルマサキ撮っとこうかな。ちょっとこれ大変なことになっちゃってるから。これやばいな。これちょっと剪定しとかないとね。はい、ちょっとお
まけの映像を撮りましょう。うわどうなってんだこれ、わかんねえよ。まあ、いや剪定しまーす。しかしつきすぎだなこれ、枯れちゃうぞ。しかしこれはなんか大変なことになってんじゃねえか、草まで生えて。苔登ってるし、これ飾れるかもしれんな。どうなってんだこれ、うわだいぶ上まで登っとんな。苔に登られてしまってます。雑草生えてんじゃん、葉っぱも取れてんじゃん。いいや。で、剪定しておきましょう。こんなとこ直っちゃってんだ。これいるな。で、まあ少し余裕見て。今回はうん飾れるかもしんないし、どうしようかな。切っちゃえ。そもそもどこが正面かよく分かってないんだ。あんまりはっきりしない気だ。こっちだったと思ったけどな、枝が茂っちゃった。こっちにどういうこととかちょっと分かんなくて適当ですけど、かなりちょっと長めに切っておいて後で調整しよう。もうアルボーズのちょっとやべえからな。でも丸坊主に近いな。ああちょっといかんな。花芽がついてるのでまだこの後実が止まるでしょう。こっち正面だと思ってたけどこっち正面じゃもうないな。正面変わっちゃったよ。ここまで切り戻して切り戻して切り戻しだろうけど、まあ今シーズン楽しむためにはこうしときますか。よし、ここでやめておきます。ハリツルマサキの剪定終わりました。ちょっと実をつけたまま枝をだいぶ取りましたよ。こんだけつけると厳しいのでね。まだ花芽が残っているのでこの後もう少し実をつけるかもしれません。まあ、そしたら飾れるかもな。で一応これもハリツルマサキですけど、こっちは多分オス、実止まったことないからな。まあこの樹種は雌雄同種なんだけど、雄花たくさんつけるやつと雌花ほとんどのやつといるからね。で、多分これは実なりのいいやつだと思うよ。雌花が多い。まあ本当は挿し木した方がいいのかもしれないけどね。こっから。まああんまり増やす気がない樹種だったんでやってませんけど。意外と丈夫なので育てれるってことは分かったんで、また増やしてもいいよね。まあこれはオスなので。ていうかオスと決めつけるわけにはいかないけど、実が止まったことないから、多分雄花ばっかついてんだろうね、ちっちゃい。はい。で、このハリツルマサキの剪定はこれでおしまい。